対戦よろしくお願いします。今回はでかいサンドことグラードン会ですね。ミラコラバドレックス環境だとあんまり見かけないんですけど、特に同じ晴れですからね。はい、なんですが見てください、今回のお相手まさかのグラ会決戦のお時間ですね。はい、これはどうしたもんか、地味にめんどくさいな。オガポンから行こうか。オガポンキューコンとサンドで行きましょうか。でかいサンド。一応ね、ミラコラに対しての怠慢性能はまあまああると思うんですよ。グラードン。悪くはないと思うんだけど、そっちばっか見てたらまさかの海洋学君こんにちはっていう、非常にアウェイ。大丈夫かな？ブリかよ。初手ぶりは予想だにしていなかったな。さて、宿り木から入ろうか。そら、ステルスロック。こいつもほんと多彩だよね。このまま殴り合っても構わないんだが、アンコール。オーガポンのアンコールはあるかないか。まあどっちもありえるのでな。ここでトンボするか悩むところですね。トンボしましょうか。ステルスロック分は宿り木で回復できるかもしれないし、正直後続見るなと思ったけど、ツタコンボ水になってるからな。オーガに対しては微妙か。トンボでオッケー、来いよ。パオ、マジか。ちょっと予想外だ。大賀ちゃんはどうやら天候役としてまだ出てこないようだね。いざ行きます。ムンフォぶち当てて倒してもいいね。ベールは読まれて、大賀が降臨したらちと困ったことになる。ここはドライでもいいんじゃない。ドライでパオジアン落とせっか。いや、ムンフォでいいわ。やっぱり来たわやっぱ来た、出たわね。今のところこちらがワンランク上の読みを通している。それいい火力、ナイス急所、特攻下げろ。ダメか、そこまでは無理か。では交代しましょうか。オガポン、オーガくんはオガポンに打点がテラスタル以外ねえはずだが、岩が食い込む。雷ちゃんと読んで打っている。問題はお前こだわってんのかどうか、見せてもらいましょうか。ここはそうだな、宿り木でこだわってるかな、わかんないな。でもこだわってる可能性もまあまあありますね。では好きですね、いきます。キューコンの速さを上回ってきたら、まあこだわってることになりますが。さてさて、天候は取った。オーロラベール、引っ込めた。よし、ベールは展開した。グルメなブリジュラース、そいえ、さてこの状況、ブリジュラスに対して殴りかかるべきか否か。まあ殴りかかるべきでしょうね。ムーンフォース、そら、なかなかの火力、持久力で防御上昇。ああ、これはこれは絶望や。次でも倒せないじゃない。ボディープレス、
このまま押すか。うれ持久力、まあ、ここまで追い詰めたら、つうかなんなら落ちねえし、急行壁なくなると困るから、とっとと追い詰めていこうぜ。ブリジュラスはもう捨てでしょ。問題はこの次、パオちゃんが何持ってるか。パオちゃんの一撃受けることを考えると結構しんどいかもな、これ。さあどうする。グラ界決戦はまあ言うて海王画の方がな、通ったらぶっ飛ばせる火力を有している時点でちょっと有利だから、これこだわってらっしゃるか。念には念をで交代してただけか。ドライでこだわっていますわね。なるほど、ベールの残りターンを考えると猶予はない。そんなにいきます、ひでっちゃうぜ。天候雨は取られることになるな。さあ海王くん、ちょっとつぶらな瞳でこちらを見せて、あれグラードンくん髪切ったと言わんばかりの視線を向けているね。この状況ではまあ間違いなく突っ張ってこないので、これでいいと思うけどね。な、なに？居座り？マジ？あーでもそうか、パオで勝てばいいということか。いやー男気あるね。波に乗っていく。でもちょっと舐めすぎちゃうけおめえ。うるえガオー、どれぐらい減るかな。あーんこっちも舐めすぎだった。でも外すってのが一番やべえからよ。さあこのダメージに絶句しろ。パオジアンでもグラードンワンパンはねえと思うぜ。そんなに弱くはねえ。さあ天候を奪い返して波に乗ったところでダメージは足りんと思うが、これはグラードン君のタフネスが生きる結果となりそうだね。いくぜ、うれ、オーケー。パオジアンのテラスタルが鋼である可能性はあるだろうか。負け筋があるとすればそこですね。ですがさっきので割と致命傷、これなら今一つでも。そうコライドンと違ってグラードンはもともとの攻撃が150ある凄まじいパワー、そして電磁波とかいう卑怯な技もありますからね。ちなみに大文字はランド対策です。レイパンがなんか技マシン見たら覚えなかったんで、だったらもう文字しかねえかなみたいな感じで、はい、まあ日照り補正でまあまあ入るんじゃないかなと思って一応入れてあります。来いよ、氷テラスでぶち抜いてくる可能性はあんのか。それが一番怖いか。うわー補正乗せてぶん殴ってくるぞ。あるぞこれ、負け負けあるぞ。でもグラードンさんマジ防御面パネーから、あ重たりすげえわ。あー絶望だわこれ。ベール残ってたのもあるが、ベール残ってなくても耐えてたっていうのはこれすげえな。オッケー、ちょっとあの海洋が周りの立ち合いで焦りすぎてベールの残りターンが危ないんじゃないかと勝手に思ってた。確認してなかったからさ。でもさ蓋を開けてみたら想像以上の余裕でびっくりしますね。さすがグラードンだ、勝てた、わーい。この調子でミラコラもぶっ飛ばしたいもんですな。ただ特殊耐久は波なので気をつけましょう。対戦よろしくお願いします。お相手コライドンか。でも先発はブリジュラスなんじゃねえかなって感じするね。では開幕から行くか。でかいサンド、そして問題なのはメタモンなんだよな。超怖えな。メタモンに対してそうスカーフ
だろうから、眩しいは連れてった方がいいかも。で、ドストレートに神でいきましょうか。よろしくお願いします。いや、この間にね、何個か没試合がありました。ドドゲザンが3立てする試合と、なんか毒とかで一生じわじわやられる戦い。前回の、まあ、ミュウツー回僕もやったんですけど、あれとはちょっと違った、その毒とかなんかそういうので攻めるパーティーめちゃくちゃ増えてる気がするわ。うん、 PP 減らしてる場合じゃねえぜ。体力を削ってくる。よろしくお願いします。禁止伝説でも毒負けるやつとか結構いますからね。おっと、いきなり来たか。いや、さあ日照り決戦と行こうぜ。この対面はくっそ、なんかな、しかもあれだよな、今のこちらの日照りじゃなくてコライドン側の日照りか。にしてもな、テラバースとフェアリーは炎テラス切られたらピンチオブピンチなんだよな。これどうしましょうか。剣でいきます。おいおい、開幕から切ってくんのかマジで。ちょっとコライドンの力を過信してないか。マジかよ、本当にやるやつがあるか。来いよ来いよ、元祖日照りがお前に目に物見せてやるよ。ニトチャとかもうとっともなめたろう、つうか逆にテラスタの読んでる行動だろこれ。痛すぎるんだけど、なんだこれ。フレアドライブだろこれ。嘘でしょ、やばすぎ。ですがカウンター、ハチマキだろうなこれ。いや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 、つうかフレアドライブだったら飛ぶんだな。マジか、なんかグラードン界なのにグラードンもいけるやんとはならんなこれ。やばすぎるわあれ。古代活性、素早さ高まって、剣よりロックに行こうぜ。ムフォー、うお、足りるのかよ、無念だ。ほんとパロディアレベルが高すぎる。いきます。対未来ドン意識、地面テラス羽ばたく神、古代活性。さあワカメちゃんミラーマッチ、これどうなるんだ。まあシャドボ全力でぶつける方がいいわな。いきます。上取ったー、うれっ、さすがに耐える。向こうは向こう、テラスタルをケアしての一撃。さーて、これお相手の後続を見て技打った方がいいのか。メタモンだろこれ絶対。メタモンだよ。まずここ同速対決だろうから上取ってくれることを祈るところからだな。まずはまあシャドウボで、おお、ディンルーなのか。ほーん、正直めちゃくちゃしんどいが、これ削ってくんね。無理か、特防削ってくんないかなって思ったけど、これはしんどい。硬すぎだろこれ。くっ、無念である。にしてもこのディンルを落とすのめちゃくちゃ手間かかるぞ。そもそも勝てんのかという問題ですが、お相手の神の息の根は止まる寸前だからして、ディンル相手にしっかり決めていけばまあいけんじゃね。ただ体力は最大維持しろ。やけど消耗しっぺ、痛えし休みましょう。ここに自信当てられたら困るが、しっぺ、なんでこんな急所当たんの。
自身読み熱風しっぺー、なんかしっぺでやられたんだけどこれお、よしだー、なんだこのディンルは、曲売りじゃね、もうやだこのゲーム、なんなんパルデア、なんなん、対戦よろしくお願いします。バドかー、よし、じゃあでかいサンド、ドドゲザンと、あとは誰がいいでしょうね。悩むな。先発キラフロルもあるかもしれない。眩しいでいくか。よろしくお願いします。これで毒ビシの効果はほぼ消えるし、はい、ステロは痛いですが、でめちゃくちゃランドロス呼ぶのでビルドアップにしました。なんでもうランドロスは逆にウェルカム、その間にビルドを1ターン積ませてもらったらかもれるんじゃないかという、はい、戦うごとに型が変わっていくな。まあ型を変えればなんとかなるんじゃないかってなるだけマシかもしれん。にしてもグラードン君のテラスどうしよっかな。未来ドンケアだとフェアリーでいいと思うんだけど、コライドンの炎テラスが多すぎ大事件だからな。よろしくお願いします。さあお相手の初手、マジかよ、どうも、ヒデーリービルドアップ、ほう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 勝手に出てきてくれてありがとうよ待て、アンコールある最速海流じゃねえだろうな。俺それだったら泡吹いて倒れますよ。ロックブラスト、もうやだこいつ、もうほんとやだこいつ、いいもん一生筋トレするもんと言いたいけど、さすがにやべえか、かなり S に振ってんなこいつ。とてもしんどいなあ、もうどうしてくれんのこれ。ビルド型がバレちまったのも結構しんどいわよ。ふっ、つうか交代読みかよ、クソみたいな技ばっか使いやがって陰湿すぎるぜ最近のポケモンバトルはよ。もうちょっとこう拳と拳をな、今ちょっとあの体を仕上げてたってのによ。キラフロル、まこっちにも陰湿には陰湿で返すんだよ。毒巻かれるとグラードンは立ち回りがきついっす。なので即交代、エナボ飛んできたら痛いけどな、でもなさそう。現環境エナボ打つ相手そんなにいないじゃろうっていう。ビン、くっ、日差しが元に戻った、それは構わんのだが、というかグラードン君日差しをなかなか生かせないよな単体だと。さてどうしてくれようか、これロックブラスト見せてないんですよね、まだ打ってみようか。 OKこいよ、お前最近調子乗ってるよな。うれうれ、足からもう一応コロン、硬すぎひんこいつ、コロン、いや冗談みたいな硬さしてんだけどこいつ、マジかよ。羽を休めてくるだろうな、めんどくせえマジめんどくせえ。威力75だからまあまあ、75以上、雪崩以上の火力としては出てるはずなんだが、とてもめんどくさい。放電で麻痺引ければ一番おいしいので放電でいきます。まあキラフロルに対してもまあまあ刺さるしよ。さて、ほら
キラースピンやだな。これはきついな。本当にきついわ。今の火力見たらまた海流飛んでくんだろうな、感半端ねえし、あんこちらつかされてるしよ。まあ、こちらはどうにかして海流を落とさなきゃいけない。グラードでは無理だということになってる今。ヒデリ？マジか、読みやがったけどよ。お、最後見えたね。こいつぶっ潰す価値は大いにあるな。いきます、頼む。水テラス切らないでくれ。いくぜ、ベアリーです。さあここで削ってしまえばタスキっぽいけどな。スリュレ効かんねえ、かないね。お盆がうまいね。毒も込みで割とシャレにならんダメージだな。さあお仕置きだ。こだわりだったら落ちるんだ。うれ、おし、でかい、これはでかい、これはでかいぞ。で海流だよな問題は。海流あいつどうする。電磁波羽休めまでは見えてる。あとあんこ、つまりサンダーに勝てないと思うんだが。残り一つの技では神速じゃろう言うて。まあサンダー即交代できます。ほう、読んでるなお相手ですが、サンダーが毒もらわない限りはこちらが有利。ドドゲさん役割なくなってる、行きましょう。でもそろそろこいつステロ巻いてきそうで嫌だな。パルデア環境だとグラードン君も言うてコータスと同じレベルとは言わんが、似たようなもんなのかもしれねえ。シングルだとな。まあ、言うてコータスくん超強えし。メテオビーム？ほーん。やっと道具見えたな。ですが、キラフロルではドドゲザンには勝てないんだよ。よし。流すことがほぼ確定したので、ここらで消えてもらおうぜ。ただメテオビームが2ターンに1回飛んでくるって考えたら結構怖いな。グッゼ、硬い。道具まで見えた。そういえば接触してなかったね。サンダー長くなりそう、この試合。海流先輩、マジでやべえよ、あいつ。さすが、パルデアのポケモンだな。ですが、いよいよ、厳しくなってきたんちゃうけ？ここで羽休めを選んだのはミスでしょうよ。放電連打でいける。うれ！紛れ。オッケー！これは王手。王手ですわ。エアスラじゃ無理だぜ。勝った、よかったよかった、早く終わった。これはもう降参してくださいよ、諦めましょう。いやー、お相手引き際も早い、やるだけやったな。全然勝った気がしねえ。ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。ちょっとあれかな、動画時間長すぎさんかもしれないけど頑張りましょう。ででかいサンドからいきます。で後続にドドゲザン入れておけばもうこれは勝ちやと思うわ。正直今回は勝てます。ミライドンはね、怠慢だったらドドゲザンに勝てないので、はい、これは勝ちです。
いや疲れたわ、今日の録画は。うん、まあドドゲ山先輩が改めて今の環境だと頼れるってのが分かったのは収穫ですかね。グラドン会なのに。はい、まあグラドン君はせめて原始化してとまでは言わんが、タイプに炎とか付け加えてくんねえかな。それだったらまだそれこそコライドンにも若干有利にはなりそうですから。地面単タイプはもう時代遅れよ。やどーん、こいつ何してくるんだ。あくびか。まあ受けれそうではあるが、ビルドアップ。うわっ、ほう、高校の尻尾か。お前もトリックなんていうことができるんだな。つうかスカーフは割とありがてえかもしんねえ。つえぞ、つるげてりゃ、つよっいやーやべっす。いや言うてグラードも禁止伝説よな。単純な火力で押すタイプだからヤドランでも止めきれねえ。で断崖の剣が確定しているこの状況で出すポケモンは、ファイアローがいなかったら一貫取れてんじゃねえかこれ。我がパーティーにアローがなんとかできる余地ってあんまないから、いない可能性は大いにあると思ったら普通にいた。じゃあ一旦戻して即出しかな。はやての翼は厄介ですわね。ここで追い風などなどを使われる余地を生んでしまっている。ですが今回の立ち合いヤドラン過去一は僕もぶったまげたね。やるじゃん活性。だけどはやての翼が生きている限り上は取れないぞ。ほう、安定技トンボ返り。しかしながらこれむしろいた、ターゲットロックを。スカーフなら同速だ。でこれはどう転んでも大丈夫だと思うが、ミライドン相手ですからね。ま、殴るか。マジカルフレームでいいよ。テラストロ切ってきている。電気の超火力でぶち抜く気か。電気テラス。そう、ミライドン相手の地面への交代っていうのは逆があるから非常に恐ろしい。そう、今回はどっちだろう。わき危ね、な、もうよう分かったでしょ、これで。はい、こういうことよ、こういうことよ。ではでは、シャドウボで。ん？え？粉？粉？粉？マジかよ。一気に試合が分からなくなってきた。恐ろしい一ターンだった。これはちょっと分からなくなってきましたね。謝罪安定。ファイアローにも致命傷を与えてやるよ。言うて勝利のルートからは逃れてない気がする。まだ行けます。自慢のドドゲ山よ。さあどうする。交代してもドゲ山は無慈悲にお相手の体を貫くぜ。おばき下がってんのよ。ステータス見逃してないぜ。いくぜ、ザーセ。いいからグー。再び土下山、不意打ちはご法度。
それだけはいけない。やっぱり土下座じゃないか。にしても未来ドン対策の地面タイプっていうのが絶妙に息してないのがきついね。やっぱランドロスみたいにトンボ使えないとな。サイクルを回してかつ止めるぐらいじゃないとこの場には適さないか。すいません。いい火力。電気が消え去る。ここですね。さあアロー君には消えてもらいましょう。不意打ちなんてしないぜ。負け筋だからな。まあグラードンのフェアリーテラスに関してはな、さっきお相手がこちらに対してオーバーヒート打ってましたから、なんか竜もケアしてるに違いないとか勝手に考えられたら突破の理由になってしまうかもしれないし、言うて流星なら耐えるやろ多分。よってここはほーら不意打ち気やしとるで。おいこら、さあせん。土下座の運用で求められることはそう、ずぶとい精神だ。さあ出てこいよ。実際土下座を相手にしてるとここまで不意打ちないから、もしかしたら不意打ちないかもしれへんやんみたいな、ギロチンとかで技ないかもしれへんやんみたいな、まああるんだが、ドドゲザンの強さがアピールできて嬉しいぜ。対戦ありがとうございました。いやーボツ回含めて2回目の大活躍だから、もうまぐれじゃねえな。両方ともミライドも買ってるし、意外と直帰ドドゲはバドにも強く出れるかもしんねえし、ありかもしれませんよ。ありがとうございました。